ハロー、ビアチューブルあやね、こんにちは、ビアチューバーあやねです。今日はですね、スカイツリーの近くでお仕事があって、そこで立ち寄った場所があるんですが、はい、東京スカイツリーの近くであります4階にありますスカイアリーナです。おいでよ北関東ということで、今茨城、栃木、群馬フェア2019というのをやっているそうです。すごいね、クラフトビールのブースもいっぱいありますし、それから美味しそうなものがいっぱいあります。よかったら皆様も来てみてはいかがでしょうか。8万人去年はね、動員したという噂を聞きました。 So there are many many、craft beers and yummy foods. How about coming here? ということで楽しみたいと思います。いろんなステージもあって、そしていろんなブースがあります。お天気いい、日に焼けそうです。茨城のビールがいろいろありますね。日立のネストさん、こちら栃木県アンテナショップロマンチックブルワリー、いいですね、500円。そしてプレストンブルワリー、霞ヶ浦市のブルーベリー使ってるビールなんですね。へー、霞キッチンさん、日光ビアガーデンさん、日光モンキーも来てますね。お酒屋さんと月夜のクラフトビールさん、いらっしゃいませ。ペットボトルに仕掛けがあるんですよね。ペットボトルの仕掛けですか？ありますよ ね。ハイバリアペットボトルっていう、はい、悪くならない。そうです、はい、内側にダイヤモンドコーティングっていうのがしてある特殊なペットボトルです。インサイドオブダペットボトルはザダイヤモンドコーティング、わー、スペシャルテクノロジー。そしてはい、これ何て呼びますか？田園田園田園プラザ川場、川場ビル。馬のすき焼き美味しそう、今注文しました。はい、わーい、おいしそう。トマトのフレーバーがします。トマトフレーバー、 little bit、 うん、so yummy。 ありがとうございました。中川さんのイノ鍋、イノシシ、イノシシ鍋、ジビエ、すごいたくさんのもある。ありがとうございます。美味しそう。イノシシって何て言うの？イノシシ英語で何て言うの？冷たい水蒸気がシューって出てます。涼しい。でラッシュタイム。仕事の合間にも見に行ったりとか、ちょっと夕方にね、気になって見に行ったらばったり友達にも会いました。また通りかかったら。はい、ジャパニーズクラフトビールファン。イエーイ。また近々のイベントが梅田。Yes, 梅田です。梅田ですね。はい、梅田で10月の18から、なんていうイベントですか？フレッシュホップを使ったフレッシュホップフェスト。はい、フレッシュホップフェスト。in 大阪。in 大阪。はい。はい、じゃあ、大阪行く方はぜひ。ぜひ来てください。はい。お願いします。はーい。ありがとうございます。夜もすごく綺麗です。実は私ちょっと怪我をしてまして、ノンアルだったんですけれど、雰囲気はすごく楽しめたんです。暑いから本当ビール飲みたかったですね。早く治したい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。もし楽しんでもらえたらいいね、そして、登録いただけたら励みになります。 Thank you for watching. See you next time. Bye. Cheers.